ご縁の国からゲッターズ、神在月の出雲で2023年大予想。本編で使われなかった未公開シーンをお届けします。お腹すきませんか。はい、一番大変な1年になります。わ、お金の計算が下手くそなのでそうかもしれない笑っちゃったそれは大いにあるかもしれないですね。食事がどうしても乱れるので、うん、同じもので平気みたいな、あ、なりすぎる、はい、気をつけます。わかりました、ありがとうございます。うちのスタッフでニコニコで来ましたよ。来まして、こんにちは、どうぞ。生年月日と名前をどうぞ。あ、すいません。いや、嬉しいですよね、占っていただけるんだったら、まさかこんな機会が来るなんて人生で思ってなかったので、ね、これは聞きたいっていうことあったりしますか。まあ、正直今ちょっと金銭的にあまりちょっと余裕がない状態なので、それが改善していって、子供が将来心配にならないぐらいのこう生活が保てるかどうかっていうのがやっぱり心配。確かに正解で、段取りと情報収集が好きなので、いろんなこと見ていろんなことやりたがるタイプなので、視野は広いんですがほぼ勘できてるのでパッと動いてパッと決めるというところ、若干口が悪いので余計な言葉がどうしても出やすいところと。そんな感じしなかったですよ、大丈夫ですよ。まだ伝わってきてないです、こちらには。家にガラクタと無駄なものが集まりやすいので家がごちゃっとしやすいです。ここもね、すごく人情家で情が厚いので、自然と人が集まってくるので、サービス業とかこういったお芝居、お仕事とかに関してはすごくいいですね。で、銀の時計座タイプなので2022年と2023年絶好調にいいので、お、一応お金の心配とかは問題ないんですが、うん、時計座って心が庶民なので、うん、あんまり大量のお金があると不安になるので、なんか庶民的が一番理想なのでそれが一番幸せかも分からない。そうなんです、あまりにもお金が来ると不安になるので、ほどほどでどう楽しむかというところで、大きく沈むが出てませんので、この先も大丈夫だと思います。わ、よかったです。めちゃくちゃ運がいいんですよ、そもそも。そもそも何かしら人に救われるので、たまに裏のネガティブが出るんで勝手にマイナスに考えます。基本的に陽ってプラスに考えられるので、プラスの方を言葉に出すとすごく幸せになります。わかりました、ありがとうございます。日本で火の文化がこっから始まったと言われてる場所なんですね。へー、